新潟五大ラーメンのうちの一つ、生姜醤油の新店、太一さんにやってきました。こちらで特盛りをいただいてみようと思います。いただきます。美味しいですね。美味しいですよね。いや、ここはちょっと肉、私苦手なもので、ちょっとチャーシューが普通のでも結構入ってるんで、なるほど、確かに、はい、なかなかちょっと来るの大変かなって思っただけで嬉しいです。美味しいですこれ。あ、よかったです。力強くパンチのあるスープの正体は豚げんこつ、そこに長ネギ、ニンニク、生姜など香味野菜をふんだんに使用されたスープです。大量の香味野菜がキリッと鼻に抜け、生姜の香りが広がります。メンマが、メンマがすごい強い。麺は地元の企業さんに力強いこのスープに合うように特注に作っていただいたつるつるもちもちの中太縮れ麺だそうです。まず上のチャーシューを食べないと麺が出しづらい。本当に他もチャーシューは豚肉の腕、肩、ももなど旨味や食感の違いを堪能できるように様々な部位が入っております。ニラキャベツたっぷり系ですね。こういう野菜餃子好きなんですけど。一杯あたりの量も多く、出数もすごいためかなりの仕込みになりますが、チャーシューはすべて手切りだそうです。レギュラーメンは簡単に忘れないから。400円だと一気に違うんだよね。あ、そうなんだ。特盛りの麺はゆで前で 350g あり、スープも大量なので会員完食すると 1.5kg ぐらいにはなります。キリッとしつつも豚骨の力強い出汁を感じる美味しいスープなので、グビグビ飲んでしまいます。ももは柔らかく、腕や肩は肉の旨味をしっかり感じることもでき、食感も楽しめます。手切りならではの薄い身や厚い身と様々な食感を味わえるのも魅力です。生姜醤油はでもなかなかスープ簡易するには濃い。そうですね。でもいっちゃいます。はい。おはようございます。伏せ丼ができる。ごちそうさまです。いやー、すごい美味しかった。何ぞ、すごいお上品な生姜醤油でしたね。美味しかったです。どうぞ。これもう本当入んないんで、餃子は、はい、ぜひ、はい、チャーシューもすごい柔らかくて、チャーシューがね、すごい美味しかった。しかもふんだんに入ってて、味玉も中まで味が染みてて、すごい濃厚で美味しい味玉でした。ごちそうさまです。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。